はい、どうも皆さんこんにちは。今日は小倉南区の上葛原に来ています。そして今からサンディブシティ小倉に行ってみたいと思います。去年の8月以来の訪問になります。サンディブシティもイオンモールみたいに吹き抜けの構造になっててね、とても気持ちがいいですね。初めて来た時はもうちょっと暗いイメージがあったんですけど、改装してからなんか明るくなったような気がしますね。まだお昼の11時前なので、ほとんどのお店は閉まってるんですけど、
餃子の王将はもうすでに開いてますね。結構オープン時間早いんですね。ここね、かなりいい感じですよね。吹き抜けで上を見上げたらとても綺麗です。
サンディブシティのゲームセンターの楽市楽座は派手ですよね。ドーンとね、なんか存在感があります。携帯こちらでお使いください。大丈夫です。一応ね、フードコートの中にも入ってみたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。